ジェルサレムプランク道路の戦いは、南北戦争中の1864年6月21日から23日、バージニア州ピーターズバーグ近くで行われた戦闘である。ピーターズバーグ包囲戦の中で最初に行われた戦闘であり、北軍は包囲戦を西に伸ばし、ピーターズバーグへの供給用鉄道を遮断しようとした。北軍ポートマック軍の二個不評軍団が鉄道を、 たとうとしたが、南軍北バージニア軍第三軍団の中でも主に、ウィリアム魔法音順庄の指揮する師団に攻撃され、追い返された。この勝敗はつかなかった戦闘で、ウェルドン鉄道は一時的に、南軍の支配下に入ったが、北軍は、その方御船を西に伸ばし、包囲の圧力を増し始めた。1864年6月15日から、 ピーターズバーグに対する襲撃が行われ、市の占領に失敗した後、ユリシーズ・グラント中将はしぶしぶながらも、ピーターズバーグを包囲することに決めた。この町は、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍が守っていた。ジョージ・ミード少将の指揮するポトマック軍は、ピーターズバーグ市の東で、ジェルサレム・プランク道路からアポマトックス側に伸びる、残豪戦に入った。 グラントの最初の目標は、ピーターズバーグと、アメリカ連合国の首都である、リッチモンドに通じる、残っていた3本の鉄道、すなわちリッチモンドピーターズバーグ鉄道、西のリンチバーグに伸びるサウスサイド鉄道、ピーターズバーグウェルドン鉄道とも呼ばれる、ウェルドン鉄道を確保することだった。ウェルドン鉄道は、ノースカロライナ州ウェルドンの街を経由し、 アメリカ連合国で唯一残っている主要港であるウィルミントンに通じていた。グラントはサウスサイド鉄道とウェルドン鉄道に対して、騎兵隊に幅広い地域での襲撃を行わせることにしたが、その時のポトマック軍の位置から比較的近いウェルドンに対して、しかるべき不評部隊を派遣することも決めた。ミードはこの時暫定的に、 デイビッド・ B ・バーニー少将が指揮していた第二軍団と、ホレー・ショライト少将の指揮する第六軍団を選定した。本来の第二軍団長ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将は、ゲティスバーグの戦いで受けた傷からの回復が長引いていた。この二個軍団が占めていた残豪戦は、バミューダ・ハンドレッドから移動してくるジェームズ軍が埋めることとされた。6月21日、北軍が、 鉄道に対する任務の準備をしてその戦線を再配置しているとき、突然エブラハム・リンカーン大統領の訪問を受けた。リンカーンは水路を移動し、グラントが新しく本部に設定していたバージニア州シティポイントで上陸していた。リンカーンはグラントに、私は船に飛び乗ってあなたに会いに行こうと考えた。何か良いことができるとは考えておらず。 実際に悪いことをするのではないかと恐れるが、私は、あなたの命令下に身を置いて、あなたが私の悪いことをするのを見たときに、すぐに追い出してくれればよいと告げた。リンカーンは、グラントと戦略について議論した後、来るべき戦闘に備えていた第六軍団の者たちを、訪問した。ピーターズバーグ包囲戦、鉄道に対する動きと AP ヒルの反撃、6月21日と22日、 南軍北軍6月21日、第2軍団の一部隊が、鉄道の方向を探り、南軍の騎兵隊と小競り合いを演じた。攻撃の作戦は、第2軍団と第6軍団の双方が、ゼルサレムプランク道路を越えてから展開して北西に、約2マイル進み、鉄道に達することとされた。沼地や藪のある難しい地形のために進軍を、遅らされ、6月22日朝には、 両軍団の間に隙間が空いていた。第2軍団が計画通り展開を始めたとき、第6軍団が AP ヒル中将軍団のドマス、M. ウィルコックス少将士団の部隊と遭遇し、進軍するよりも残壕を掘って入り始めた。ヒル軍団のもう一つの士団を指揮していたウィリアム、魔法音順章が、北軍の二つの軍団の間に空いていた隙間が広がりつつあることを観察し、 主要な標的に設定した。ウィリアム・マホーン殉魔マホーンは戦前まで鉄道の儀士であり、自らピーターズバーグより南の地域を測量していたので、南軍の攻撃部隊の接近を隠すことのできる谷を地出していた。ロバート・イーリーは、マホーンの作戦を承認し、6月22日午後3時、マホーンの部隊が北軍。 第二軍団フランシス・シーバーロー巡将の師団の後に出現して驚かせた。ある兵士はこの攻撃は北軍兵にとって九州以上のものだった。それは驚愕だったと記していた。陰鬱な松の間を野蛮な声がつんざいて切り開き、魔法音体の兵士が側面に踊り出て射撃の音を響かせ、前線全体に響き渡った。 なぎ倒していく銃火の下で反対側の左翼が一人の物の,のように倒れ、歴戦の勇士が前進して、稲妻が秋の枯葉を震わせるように、バーローの師団を震わせた。魔法音子壇の砲兵 W ゴードン・マカビーの日記バーローの師団は、吸収を受けて、急速に崩壊した。どもり工作を行っていたジョン・ギーボン・ジュの子壇も、後方から吸収され、 多くの連隊が安全な場所を求めて逃走した。マホーンは、領友のウィルコックスに急死を送り、攻撃に加わるように求めたが、ウィルコックスはその前面にいる、第6軍団の存在が心配であり、なんとか支援のために送った二個連隊も到着が、遅すぎて役に立たなかった。第2軍団は、前夜6月21日に気づいていた、土モ工作の周りに再度集合し、 その戦線を構築した。暗闇が訪れて戦闘が止まった。6月23日、第2軍団は失った陣地を再度確保するために前進したが、南軍が押し返し、確保していた、土森工作を放棄した。第6軍団は、ミード将軍からの命令により、午前10時以後に熱い、三平線を送り、サイドウェルドン鉄道に達しようとした。 ルイス・エイグラントのバーモント第一旅団の部隊が線路を剥がし始めたが、南軍の大きな不評部隊に攻撃された。多くのバーモント兵が捕虜にされ、部隊が追い払われた時には、わずか0.5マイルの線路が破壊されただけだった。ミードはライトに前進して敵軍に対するよう繰り返し、特速したが、ライトは前日に第二軍団があったような反撃を恐れて、移動を拒んだ。 午後7時35分、ミードが諦めて、ライトに、あなたの遅れが致命的だと伝えさせた。ミードの副官セオドアライマンは、この特別の場合に、ライトは自身が軍団を指揮するに全く適していないことを示したと記した。北軍の損失は合計2962名、南軍は572名だった。この戦闘は引き分けであり、両軍とも得るものがあった。 南軍は、ウェルドン鉄道の支配を保持することができた。北軍は、ウェルドン鉄道の短い区間を破壊した後で、追い返されたが、さらに重要なことは包囲線がさらに西に伸びたことで、あり、それが、グラントの1865年春まで続けた戦略になった。ウェルドン鉄道の他の部分は、ウィルソン・カウツ襲撃で破壊され、さらにグローブタバンの戦いの間に、 北軍の手に落ちたが、リーは、ウェルドンから荷車まで、補給物資を運び、ストーニークリーク駅まで届けることができた。12月7日から11日の遠征で、北軍がバヌーは、ウォーレン少将がさらに16マイルの線路を破壊し、ウェルドン鉄道を使って、ピーターズバーグに補給することを不可能にした。ありがとうございます。